ります。出雲市長、飯塚千幸様。西日本旅客鉄道株式会社23列車長、佐伯翔一でございます。40年後の島根県出雲市は町はどうなるんでしょうか。
願わば、この新型コロナ導入をきっかけに、町が、駅前が楽しくなる。願わば、鉄道、やくも号に関わることで、市民の皆さん、地域の皆さんが、より幸せになる未来に希望が持てる。そんな電車にしていただきたいと、切に願ってお作りいたしました。鉄道の車両とはただの点でございます。点と線から、そして面へ広げると、街へ広げるということを願って、この下、駅の下にやくもラウンジを私どもお作り、ご一緒しました。ですので、ぜひ、このやくも号をきっかけに、地域の皆様、市民の皆様、ぜひ鉄道に関わっていただければ、そして幸せな未来を、誇りを持って島根出雲に住み続けることが、これからも希望を持てることにご一緒できればと思います。そう願っております。というわけで、本日からどうぞよろしくお願いいたします。皆様に、この
て関係の皆様方とお力添えをお願いを申し上げますとともに、この新型車両この100号砲が多くの皆様にこの愛されるこのことを心から申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。市長、佐伯支店長、そして石垣市長、熊木さんはスタッフがご案内いたします。
しますので、出発の時にお集まりください。もう一度私が本番同様にお願いしますと申しましたら、右手を高く上げて出発を合図していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは練習です。新型ヤクモの出発です。お願いします。
皆さん、では引き続き出席者の皆様の取材をお受けいたしますので、報道関係の皆様は前の方へお集まりください。
各方面新幹線在来線の乗り換えにつきましては時刻通り時刻通りの乗り換え線となります。それぞれの乗り場へお越しください。駅の案内放送電光掲示板などでご案内をしております。まもなく終点岡山です。列車は大駅止まりです。お乗りにならないようにお願いします。